ファーベルとルーデンス五冠白人役の笠原茶子です。よろしくお願いいたします。でも、もう本当に私の大好きな大好物な、竹内門長から出てきた五色人の話ということで、本当にワクワクしたし、それだけじゃなくっていろいろ人生論とか歴史とか、あと宇宙論とか、なんかすっごい詰め込まれてて、もうめちゃくちゃワクワクしました。そう来るかと思った。そこ拾ってくるかと思って。でもこの事実を知ってる人間はもう今多分少ないし、でもそういうことがあったことも我々、私はね見てないから分かんないけど、多分事実としてあったんじゃないかなとも思うから、すごく興味深いなとは思って。でもそれと最初のやつがどうつながるんだろうなっていうところがすごく気になってて、でそれが台本を読んで結構結構なんていうの、何の障害もなくというか、すんなりつながるな、うまいとこ落ちたなっていう印象がすごいありましたね。そのファーベルとルーデンスの舞台は毎回毎回本当にもう体力勝負なので、もうみんなボロボロになりながら思いっきり声出して思いっきり動いてやってますよ。もうみんなほんとヘトヘト。ファーベルとルーデンスの魅力、でも一言で言うとあれですよ、芸術色が強いですよ。結構なんか今時こんな芸術色の強い舞台あるのかなって結構思ったりして、それが結構私はすごく好きですね。なんか今、そういうのもねすごく面白いんですけど、映画みたいな舞台とか映画みたいな面白い舞台とかもいっぱいあって、それはそれで面白いと思うんですけど、私的にはそういう芸術色の強いちょっと抽象的なものの方が好きなので、そういう意味ではすごくいつも楽しくやらせてもらってるなと思います。例えば私今回衣装もね、今回というか毎回なんですけど衣装も作らせてもらってるんですけど、なんかその衣装の発注がその警察官お願いとか消防隊員お願いとかっていう、その具体的なものじゃなくって、だって皆さん五色人で見たことあります？五色人の衣装ってわからないですよね。私も竹内文章すごい好きで読んでて、五色人もすごい好きなんですけど、五色人ってお面しかないんですよね。平立神宮にお面しかないくて、衣装なんか一切見たことないですから、すごく抽象的な衣装なわけですよね。でもそれを、その主催の寺本と話し合ってどこに着地点を見せるかとか何回も話し合って、この要素入れよう要素入れようみたいな感じで、最終的にいつも2人でこう話し合って出来上がったものがうわーみたいな、なんかよくわかんないけどすごいものできたみたいな、なんかこの辺の化学反応がね面白いし、その辺がね芸術っぽいなって。そうですね。いやでも結構すごい楽しいですよね。なんかその本当にこの作品をよくしようとか面白いもの作ろうっていうメンバーが集まってると思うので、めちゃくちゃ楽しいですけど、私が大変だなって唯一思うのは衣装がまだ出来上がってないっていう衣装を作りながら俳優業をやるっていうのも大変だなと思います。前回はバードケージに出させていただいて、その時は主演で出させていただいたんですけど、やっぱりその普段脇役が多いので、自分もそういうポジションが好きなので、結構その真ん中、舞台の真ん中に立つとか周りがいろいろ助けてくれるっていうのに結構悪戦苦闘をしてたんですけど、今回はある意味発信しまくっていい、真ん中の2人を振り回していいような役なので、思いっきりきびとと、スパークしてやっていけたらなと思いますね。なんかすごい大山くんが前回の動画で素直な人とかって言ってたんですけど、ああ人によってそういう風に見えるんだなと思って、私から見るとめちゃくちゃ天の弱な人で反対言葉使うんじゃないかなってぐらい天の弱なんですよね。でもなんかさっき言ったみたいにファーブルとルーデンスって芸術色が強いから大体芸術家って天の弱なんですよね。うん、そういう意味では面白いなーって、天の弱もいいなーって思いますよね。そんな印象かな。堀内まりなちゃんはなんか最初はすごい人見知りなのかなとかって思ってたんですけど、結構なんか2人で話す機会があって、その時からなんかものすごい2人で深い話をしたんですよね。なんかそっからなんかね、ちょっとこうまあなんていうの、絆というか、なんかそういうのが生まれて、なんかこうお休みの時とかもあ早くまりなに会いたいって思うようになってきました。キイチはなんかねすごいなんていうの、もうキャラにポテンシャルが思ってて、なんかすごいなんていうんだろう、なんかその不器用さがまた味だったりとかもするし、なんかこうまだまだこう新人なのかもしれないですけど、でもなんかすごくね見応えがあるというかね、見てられるというかね、魅力的なキャラクターだなって思って、で役をやってる時もそれが出てるので、すごい見てて楽しいなって思いますね。まあ、信頼をねお互いしてるからこそ言い合えたりだとか、ああした方がいいこうした方がいいとかねっていう部分もあるし、でやっぱりお芝居したら、まあ、息も合うしね、うん、まあ一緒にすごいやりやすいなと思いますよね。こんなね舞台ねなかなか見たことないんじゃないかなって思うんですよね。すごく壮大だし、竹内文書を扱ってるし、宇宙観満載だし、だからぜひねなんとなくこの話すげえなーって思いに、ぜひ劇場で、目の前で皆さんに見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ファーブルとルーデンスツアー2021舞台5巻、東京、大阪、愛知の3都市で上映します。ぜひ皆さん見に来てください。笠原茶子でした。ありがとうございます。